にちは、昆虫大好き芸人堀川ランプです。お世話になってます雄大です。お願いしま す。前回オナモミがね好評だったんで、それでちょっとあの植物をいろいろ紹介する回にさせていただこうかと思うんですけどね。昆虫だけじゃなくて、そう、今後は蝶のですね、はい、入れてる植物はこちらです。おお、あ、もうわかりますかね、これ植物。はい、これをまあ紹介していくというか、そうですね、はいはいはい、ゆうだい君これ知ってると思うよ。その有名なの、有名な植物です。はいはい、歌にもなってるしね。うん、デカヒント持ってくれる人、うん、歌にもなってる、うん、桜なわけあるかい。こんな桜ないでしょ。知らんのよ。ちょっとちょっとちょっと勘弁してくださいよ。そういうつもりなんだろうな、うん、歌から考えた方が早いかもね。歌からか、うん、歌になってる、うん、桜じゃないんだ。全然飛ばないな。パンジー言いましたっけ。私パンジー言ってないです。言ってない。まだ何も言ってないのにパンジー言いましたよ。何、桜パンチ、ひまわりも違う。パンチ朝顔、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 歌ないでしょ。歌ないの。じゃあもう一個ヒント、はい、あの食べ物に関係があります。激ムズ食べ物、うん、植物で食べ物で歌になってる、うん、いっぱいあるよ。そんなある、マジか。わからない。溜めて溜めてわからない。ないよ、植物の引き出しがないからな。じゃあ正解発表しましょうか。お願いします。正解はですね、あの、はい、さっきコンビニでですね、はい、いいものが売ってたんで、はい、これですね。これバニラジュース。バニラ。そう、わかんないって。歌出てます。バニラ歌出てますよ。バニラの歌、バニラバニラ高収入。歌じゃねえ、あれ宣伝だよ、あれは。植物の状態あんま見たことないね、ちゃんと。そうでしょ、意外とね、こういう草なんですよ ね。甘いものめちゃめちゃ好きだから、バニラアイスとか結構食べますけど。あー、はい、そっちのイメージがね、うん、バカみたいなこと言うけど、植物のイメージないからな。ちょっとだから今日はですね、こういうバニラのね、いろんなことを紹介していければと思っています。はいはい、じゃあね、バニラのことを解説していきたいと思います。はい、まずバニラなんですけど、あのランの仲間なんですよ。ラン、ラン、ランって、あのラン、ラン知らない。何、ラン、ラーン。いや、それじゃねえよ、それ。違う、ラーンですよ。コチョウランとかね。うん、言ってよ、コチョウラン。あ、コチョウランは分かるのね。分かる分かる、なるほどね。逆に言ってよ、コチョウランなら分かるって。分からんよ。まあ、ああいうコチョウランとかね、はいはい、カトリアとか、ああいう系の仲間なんですけど、うん、ただですね、あのバニラの特徴としてツル性っていうのがあるんですよ。ツル性もそのまんま。そう、ツルってあのツル。そう、あの、なんでしょう、他の木とかに巻きついて成長するタイプの植物ってことですね。はいはいはい。普通のランとかね、地面から直接葉っぱが生えたりとか。あ、そう、そう、地面から、地面ギリギリのところから葉っぱが生えたり、木が生えたりするんですけど、うん、バニラはつるが伸びて成長していくっていう、そういう、特徴があります、ランの中で。そうなんだ。これがですね、あんまりランの中では見ない特徴ですね。ランの特徴として花びら、これがちょっと面白いんで解説させてもらいますと、ここに絵描いたんですけど、はいはいはい、花びら5枚あるように見えるじゃないですか。わかりますか、ここの手前にこうせり出しているやつがあるんですよ、はい、ランの花って。これも花びらなんですよ。あ、それもカウントするんですね。全部で6枚ってこと。そう、6枚で、じゃあ真ん中のこれなんだと、うん、これがおしべとめしべですね。へえ、そうなんだ。そうなんですね。で、もっと言っちゃうと、はい、こことこの前にせり出してるやつと、こことここだけ正規の花びらで、あ、さ、え、うん、この3つは萼なんですよ。萼、はい、ってなんだ。なんか萼ってなんて言いますかね。なんか授業でちょっと聞いたな。要はつぼみの状態の一番外側のやつ、はい、そうな、花びらを覆ってるやつ、はい、期間みたいな感じだと思ってください。はいはいはい。それが、咲いた時にこれも花びらの役割をするっていうのが、ランの特徴ですね。似たようなやつでユリとかもありますけど、はいはいはい、これがランの仲間の特徴ですね、はい、で、ランの仲間の特徴もう一個あって、種子と実。ほう、これですね、まあ、バニラが一番イメージしやすいと思うんですけど、そう、はあ、バニラの棒の状態って見たことありません？棒の状態？テレビとかで、あの、バニラの棒というか、黒い、あ、長っぽそい、はい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 、黒の長いですね。ああ、うん、それ見たことある。サラの状態のバニラというか、うんうん、あれの
あれが、バニラの実なんですね。あ、あれが実なんだ。そう。じゃあ種何かっていうと、はい、バニラビーンズってあるでしょ。あー、なんかよく聞くの、うん、いいお菓子とかにね、入ってるバニラビーンズ入りみたいな言うのね、うん、あの黒いつぶつぶ、はい、あれが種なんですよ。あっちが種なの。そう。ほう。要はあの細長い状態の中にバニラビーンズっていうつぶつぶが入ってるんで、それが種なんですね。で、そこまで聞くと、いや、なんで種あんなちっちゃいのって思いません？まあ確かに、なんかもうちょっとサイズ感があってもいいのかなと思うけどね。実はこれがですね、ランの戦略なんですよ。あ、考えられてそうなったの、うん、普通植物って、まあ種の中に胚種とか、まあ植物の体になる部分と栄養が詰まってるわけじゃないですか。うん、そうじゃない、だって成長しないの。そう。なんですけど、ランの仲間はその栄養を種に入れてないんですよ、ほとんど。入れてない、大丈夫なんですよ、うん、いやだから結構やばいですよ。自力で成長できない。そう、自力で成長できないんですよ、うん、自分で ある程度まで大きくなる栄養がないんで。じゃあどうするかっていうと、ランの仲間は、地面に種がついたらそこにいる細菌とかから栄養をもらって、その栄養で成長していくんですよ。あー、なるほど。軽くして遠く行ってよそから栄養もらうと。そう、栄養って詰め込んだら、まあ、ある程度成長はできるけど、その分種が重くなっちゃうんですよ、うん、なんで生息範囲を広げられないんですね。バニラもね、育てて頑張ってでっかいバニラビーンズを取っていこうかと思うんですけど、調べたらですね、10年単位で育てないとめちゃくちゃ時間かかるじゃん。本当に10年はちょっとなぁ。だからね、10年後にこの動画の、続きが見えるっていう、エヴァンゲリオン方式で今回は。すげえいいように言うじゃん。だから今回の動画は、エヴァンゲリオンです。エヴァンゲリオンじゃないですよ。10年後ね、どうなってるかという感じでお送りしていきたいと思いますんで。というわけでね、今日の動画は以上です。この動画が面白かったと思った人は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。あなたがくれた指輪は私を輝かしてくれる。まるで私は背高穴鉢。